みましょう、はい、次はですね映画音楽をお聴きいただきたいと思うんですけれども、1954年公開のイタリア映画ラ・ストラーダという映画があるんですけども、この映画日本で公開された時は道というタイトルだった。ご存知の方いらっしゃいますか？どうでしょうね。あ、いらっしゃいましたね。ありがとうございます。これはフェデリコ・フェリーニ監督という人の作品なんですけれども、アカデミー外国語映画賞というのを受賞しているらしいです。音楽担当はニーノ・ロータという人で、この人トランペッターとしても有名なんですよね。私はその説明を聞いて初めて、あ、トランペット奏者だったんだということを気づきましたけどね。あ、そうですか。この人映画音楽たくさん書いてまして、今から演奏する曲の他にも皆さんよくご存知の太陽がいっぱいとかですね、ゴッドファーザーのあのあれですよ、あのイタリアのマフィアの話みたいな歌詞をつけちゃいたくなるようなあの曲です。あれとあのやっぱりトランペットがかっこいいですよね。あの曲を書いてるんですけども、そうするともうこの人は映画音楽の作曲家なんじゃないかと思いがちですよね。まあ世間的にはそうですよね。私もそう思ってました。ところが本人曰くですよ、本業はクラシックの作曲家で片手間で趣味の程度にやってるに過ぎない映画音楽は、というようなことを嘘吹いてるわけですよ。まあなんかこう肩書きに高尚なイメージをつけたくてクラシックの作曲家とか言ってるようにしか私には思えないんですけれども、まあ、別に悪口を言ってるわけじゃないんですけども、おそらくですねクラシックの曲よりもあの映画音楽の方がこれがですねお金が多分いいでしょうね。売れましたし ね、 ね、今になりましたから曲自体はものすごく素晴らしいですからね。もう素直に映画音楽の作曲家兼トランペット の、 あのプレイヤーなんだと言ってしまえばいいんじゃないかと私は個人的には思うんですけど、まあそんな私の個人的感想はどうでもいいんですけども、早速あのその美しい曲を聴いていただきたいと思いますけども、お聴きになってあれって思う方がいらっしゃるかもしれません。あの最近だとフィギュアスケートの高橋大輔選手がですね金メダル取りましたね、世界選手権、よかったです。が演技の際にかけている曲だそうです。なのでお聴き覚えのある方もいらっしゃるのではないかと思いますね。それではお聴きください。ラ・ストラーダです。